これは強敵だなもっと冷静になることですさあ、行くぞどう料理してやろうかのうロイブルワンレッツエさあ、Hello, 今日も取っていきたいと思いますねとえー、この大人のソロバン教室はですねえー、概要欄に貼ってあります えー、この大人のソロバンドリル、Amazon、えー、やですね、一度の直営ショップで買えるんですけどね、えー、そのドリルの流れに沿うんですけども、えー、っと、まぁ、あ、紙媒体ですからね、あのー、入る内容って知れてるんです。で、ソロバンん6級、えー、程度、安座だと4級、5級程度ぐらいの内容しか入ってないんでですね、えー、ゴリ先生がそこを情報量を100倍、200倍に膨らませながら、えー、ゴリ先生のオリジナルの考えも、 取り入れてですね、えー、安全陰級スキルを身につけましょうというチャンネルです。えー、ただですね、安全陰級のスキルって、えー、なかなかのもんなんですよね。で、 そうなると、やはり、トレーニング量、え、あんたの問題を解くというですね、よく、まあ、数件とかでも過去問解いたりしますよね。受験で過去問解いたりすると思います。え、それと同じような、え、トレーニングもやっぱり必要になってくると思います。概要欄にその、先ほどの、え、一度のショップ、え、貼ってありますからね、こちらで、え、買えます。問題集をですね。ぜひ購入してもらって、で、コピーして使い回してもらえばですね、一冊買えば十分済みますんで、で、まあ、大人の方なんで、3級くらいから、 やっててもらえばいいいのかななという個人的な判断も、えー、個人的な考えもありますんで,、えー、でまあ当然、えー、コピーして捕まわしてもらえばですねトレーニング量も増えますし、えー、お子様にまた渡してもらって、えー、指導してもらうっていうのもありだと思いますのでねこちらの方にこんなようなショップで買えますんでよろしくお願いしますさあやっていきましょうかさあ今日のテーマはですね えーっと、ゴリ先生の大人のソロ版教室第68回。 えー、検定試験ではよく言いますよね。あの、ゴリ先生もずっと言ってます。速さと、えー、正確さを確認されるんですと。えー、3分間のうちに、えー、見取り案算だったら10問、えー、書き案、割り案だったら20問解きなさいよ。えー、まず速さですね。で、正確さ。えー、1級、2級であれば、うち8割以上を丸にしなさいよ。これが正確さですよね。えー、4級、5級だと全国手段連盟は7割。えー、5級、6級だと6割。 かなえー、ただ1球2球8割以上ですからね、えー、なかなかのレベルかなというふうに思いますけどね、えー、そのスピード正確さ、えー、を確認されますと、えー、チェックされますとじゃあどっちから先に練習すればいいのよと、えー、結局じゃあ速さやスピード、えー、まああの どっちを先に、えー、優先すればいいんでしょうというお話をですね、えー、今日はしていこうと思います。えー、もう早速、えー、結論、えー、言っちゃいます。当然できるんであれば、できるんであれば両方なんです。両方。じゃあ、それは分かってるよと。<laughs> 両方、両方チェックされるんだから、それは分かってるぞと。あの、わかってるんだ、合理と。<laughs> あの、 そうじゃないだろうという声が聞こえてくるんで、そうですよね。あのー、両方、えっ、ー、と、同時に、あのー、能力を上げる練習方法というのがあるんですよね。で、先ほど、あのー、 トレーニング、えー、問題購入してくださいよ、なんていう話を、えー、しましたけどもね、えー、ここでまず時間を測ってもらいます。あのー、3分で構わないと思います。まあ余裕があるんだったら2分とか2分半とかで行ってもらえば当然構わないんですけど、慣れてきたらですね。まずは全然3分で測ってみてください。で、えー、3分で測りますよね。この時はスピードを意識してスピードの練習をしてみてください。えー、早めに早めに、早めに早めに計算するというトレーニングをしてください。 まあ、えー、3級程度の問題であれば、ざ、えっ、ー、と4、4531、2687、475、1398、415みたいな、えー、とにかく測っているときは、ざっと、にかくスピードを意識,ながら意識しながら、一度練習してみてください、3分。で、えー、それが終わったら丸バツ、丸、え、抜、ー、つけますよね。で、えー、例えばやっぱりスピードを意識するので、ね、半分ぐらいしか合ってなかったと。えー 10問中、ミドルアンサーなんて5問しかあってなかったよ。じゃあ、えー、残りの5問、えー、間違えた5問を見,し見直してほしいんですけど、その後、その後必ず見直してほしいんですよ。必ず見直してほしいんです。で、えー、まあ、最低限、最低限ツだったところ、え、をやってもらえればいいんですけど、その罰だったところをですね、今度やり直してもらうときは、一発で合わせる。 今度は見直しの時に正確さの練習。必ず一発です。えー、1一回、一回であれ、一回答え書き直して、で、もう一回答えを見て、あ、違った。で、二回目に正解とかじゃないんですね。もう次は必ず意識的にはもう一回しか直すチャンスがないんだと思って、えー、時間気にせずゆっくりでいいですから、4、5、3、1、2、6、あ、今、 ロ一かなロ二かないや、もう一回やり直そう。453126。あ、102だな。874751331798。最後415だな。よし、完璧だ。415。って書く。必ず一発、一発で、直しは必ず一発で合わせるんだ。という思いで、必ず×だったところを見直してください。 やり直してください、えー。そうするとですね、あのー、速さと、えー、正確さ、両方、えー、まあ、3分測って、で、直しをやって、十、えー、10分程度、10分もかからないですよね。五、えー、5分、5分ぐらいで、えー、日々の練習5分ぐらいで、1種目ぐらいは、えー、できます。それが、まあ、書き終わりも合わせるとね、十、えー、10分、15分ぐらいで終わると思いますので、ね、そんなに大変な時間ではないんで、やってほしいんですけども、 ええー、まあ、あの、基本的にはですね、ただ、じゃあ、正確さ、ええー、と、速さ、ええー、まあ、当然、両方同時にやればいいんですけど、じゃあ、どちらか一つ選べ。どちらか必ず選ばなきゃいけないんだ。ええー、という、言われるんであれば、ゴリ先生は正確さ。まず、正確さを、ええー、上げる。っていうのを子供たちには教えてますかね。あの、 まあ、当然ですよね。あのー、正確さ、えー、間違ってもいいから答え書けばいいっていうのだと、ね、それはもう誰でもできますので、えー、まずは、例えば、えー、問題数がなかなか進まなくても、絶対満点取るんだっていうぐらいな感じで、ゴリ先生だったらやります。そこでまず正確さを上げます。しっかり自分が間違えるパターン、見取り暗算で自分が間違えるパターンっていうのをまず消していきます。 消していきます。えー、スピードは遅くてもいいんで、自分の癖、えー、自分が間違える残像が消える、えー、残像が残ってしまう、えー、そういうものも意識しながらどういうところで、えー、そうなっちゃうんだろうっていうのを必ず見つけます。で、えー、そういう間違い。 が、ないような状態にして、えー、スピードをしっかり上げていくという作業をゴリ先生だったらやりますかね。どちらか。えー、さっき言ったみたいになるべく、えー、基本的には測って、測るときはスピードを意識しながら。で、間違い直しのときにその正確さを上げる。どこで自分は間違いやすいんだろうっていうのを気づく。チェックする。時間にして、まあ一回の練習、一回の練習で、えー、両方やるようにはするんですけどどっちかしか取れないよ。正確 さとスピードどっちかまず上げたいよって言うんだったらゴリ先生なら正確さを上げていきますでスピードはですねそれを繰り返すことによって、えー、計算能力どんどん計算スピード上がっていきますからね、えー、それでいいのかなというふうにゴリ先生は思いますはい、えー、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます感謝ですそれではまたお会いしましょうバイバイ Zoom を利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非 概要欄をチェックしてみてください。